こんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。マイクない今回はどんなことをやるかと申しますと、僕は前回、ゼロからギターその203でですね、203で、ソロギターで清志この夜を、ベースとドラムのドラちゃんをバックに入れまして、やらせていただいたんですが、その清志この夜のまだクリスマスには間に合います、超詳しいギターの弾き方をやってみたいと思います。それでは超詳しい弾き方に入る前に、いつものように弾き方のポイントをいくつかご紹介します。はい、それでは、弾き方のポイントをいくつかというか、まあ、今回は一つぐらいしかないんですけども、要はこの、メロディーを弾いていくわけですけども、弾くところは今のところです。このメロディーを弾きながらとか入れていくわけです、この間に。それを、まあ覚えていただくしかないというポイントも減ったくる分ないじゃないかというお話ですけどもまあそういうことです。要はメロディーの間にこれを入れていくわけです。ですからゆっくり、これ、比較的、ソロギターでも簡単な方ですんで、もう、ひたすら覚えるしかありません。はい。という、ヘンテコリなポイントでございました。メロディーの間に、コードで、こういうのを入れていくというポイントでございました。それでは、なんだっけ、あ、清志この夜清志この夜の超詳しいギターの弾き方やってみよう。
いかがでございましたでしょうか。清志この夜をサムピックをつけずに指だけで、弾きまして、今回はここからラインでビュービュービュッとミキサーにつないでこちらに音を入れずに小池さんのギターの音をそのまんまこのカメラの上についております、コンデンサーマイクで撮りましてお届けいたしました。清志この夜のソロギターでございました。超ゆっくり超詳しいギターの弾き語りでございました。まだクリスマスにはなんとか間に合いますんで、あの2回同じことを弾いただけですから、あのゆっくりやってみればどうでしょう、間に合いませんか、クリスマスまでに。はい、頑張って、見てはいかがでございましょうか。はい、今回はこんな感じで終わりにさせていただきますが、この動画を初めてご視聴いただきました方はまだチャンネル登録とかされてないと思いますので、どうかよろしければポチッとチャンネル登録のボタンを押しておいていただきまして、その脇にあのベルのマークが出てきますので、そのベルのマークをチンチロリーンとこう鳴るようにしておいていただければ、僕はまた あの動画をアップしましたときにお知らせが YouTube から参りますので一つよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございまして、クリスマス企画いかがでございましたでしょうか。今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。